こっから喋っていくで、ほんだパチンした。今回は新型ノート E パワー X グレードで30代女性奥さんのインプレッションをお伝えするための動画となります。最後まで見ていただくと、新型ノート E パワー X グレードの30代女性が受けた印象の動画となりますので、乗車している感覚でご覧ください。はい、仕事割りやすいそれがいい、はいいつもご視聴していただきありがとうございます。視聴者の購入動機を後押しする動画を作成しています。車を買って調べてみたチャンネルのヒデさんです。こちらでは気になる車を約3ヶ月間所有し、買って乗って売るまでをコンテンツにしているチャンネルです。パンフレットや雑誌に載っていない、体験しないとわからない情報をお届け、購入して生活で使用しているからわかることをお伝えしております。これからの新車購入の参考に、チャンネル登録、そして通知ボタンを押してもらうと新しい動画も見逃しません。ぜひよろしくお願いいたします。コンパクトカーで売れ出している日産ノート E パワー。購入した店舗は日産プリンス兵庫、兵庫店さんとなります。いろいろ相談に乗っていただきました。心よく迎え入れてくれてありがとうございます。店舗のリンクを貼っておきます。新型ノート E パワー X グレードの印象はどうなんでしょうか。では奥さんのインプレッションの動画です。はい、今日は奥さんがちょっとノート E パワー乗ってみたいということで、今からドライブしたいと思います奥さんよろしく、よろしくお願いします。はい、今日はコースとしてはちょっと西側の方、神戸の西側の方に向かって運転しようかなと思います。お願いします。はい、出発してます。はい、ちょっとだけ今軽く乗ってて、多分普通の車と違和感あると思うんですけど、どうでしょう。あります、あります、はいこの何て言うかな、ワンペダル操作、アクセルを離すと車がこう、止まり出そうとするような感覚っていうのは乗っててどうですか。赤信号の時に止まりやすいかな。あ、そうなんや。なんかこの辺で、はいはい、ブレーキは、あのアクセル外したら、ああもうあとは徐行みたいな感じで信号まで近づけるから、うんうん、赤信号が止まりやすい。赤信号が止まる。要は停車しやすいって。停車しやすい。なるほど、なるほど。後ろにちょっと子供も一緒に乗っているので、まあまあキャーキャー言うかもしれないですけども、右折して大通りに行ってきました。これはアイサイトはついてない。これアイサイトっていう名前じゃなしにで、プロパイロットっていう名前になる。なんかはついてる。そうそう、ついてる。バックミラーのところの裏にカメラが、なんかミラーが不思議なぐらい鮮明。あ、これ電子ミラーっていうのかな、カメラ付きのミラーになってます。鮮明すぎる。すごい鮮明雨の日とかはこんな感じ。まだ雨の日でもこれカメラのついてる位置が屋根の裏側についてるから、あんま濡れへん。大雨の時とかはめっちゃ助かる。うん、こんだけ鮮明やとね。ミラーとかどうかな、左右のミラーの見やすさとか。うん、なんか見やすい、なんか明るいミラーが、なんやろ。明るく見えるってこと。うん、なんか明るく見える。ほんま。なんでやろ。あれやな、バックミラーがテレビみたいに見えるから見てまうな。なるほど。ちゅうか後ろの人丸見えやな。そうやね、後ろの人の表情まで見えるね。表情丸見えやな。丸見え。それぐらい鮮明や。うん。なんか車幅とかも、うん、使いやすそうな。そうやね、5ナンバーだ。いい感じの程よさが。うん。
横が180もないからね。父さん、みんなおる車。うん、みんな見えるな。まあちょっと街中の走行なんで、止まったり進んだりの繰り返しやと思うけど。水色だね、水色。水色？後ろくんがね。なんだ、とりあえず赤信号の時にアクセル離したらブレーキになってるから、すごいそれが楽。あ、開けた。あ、そうね。運転しやすい感じはひしひしとこう伝わってきそうやね。はいはい。乗り心地とその、うん、振動とかさ、まだそんなに振動のある道じゃないけど、うん、後部座席はどう？後部座席は奥さんがこう乗っていただいてる部分もあって、前の広がりは十分あるんで余裕かなと思います。振動はどう？振動はなんか音は跳ね返ってくるけどね、振動の、うん、だけどそこまで車内にこう突き上げがあるかっていうと、それは少ない方かなと思います、うんうん、ちなみに今赤信号やから内装周り見てどうです？操作系とかこう、あの見やすいかな。見やすい。なんかあのここの、うん、メニューとか表示も見やすいし、ここのハンドルの向こう側のスピードのメーターとかも見やすい。見やすい。なんかごちゃごちゃしてない。ああ、なるほどね。なんか小難しそうじゃない。わかる。忙しそうな見え方じゃないと思う、うん、眩しい。逆光。ここアップし、いいのこれ。なんかカバーついてて。あ、カバー取りたいな。ほんまに新品の初乗りやん。ああ、そうや。座席が後ろさ、かなり意外とふかふかして腰のある感じのシートで、ただまあ普段あんまり運転せえへん人でも運転しやすい、うんうんうん、この前の感覚とか。ああ、前の感覚ね、うんうん、で多分運転してて気づいてきてるところだと思う。静かじゃない？うん、静かやね。だって普通にそんなに今声張らんと喋っとうけど会話できとるもんね。なんで静かな？ザラメ路面ってなんかゴロゴロってなるときにエンジン使った感じにしてて、綺麗な道やったらエンジンできるだけ使わんようにしてるっていう風な仕組みらしいんです。うん、それ取っちゃって。はい。分かるわ。1円落ちてました。あ、1円落ちた。カバン入れとこう。これは何ですか？そこね、携帯置き場ですか？携帯置き場でね、置いたら勝手に充電されます。非接触型充電のオプションがついてます。素晴らしい。これか、ブリンクホルダー。そう。めっちゃいいやん。これ右利きの人これやけど、左利きの人はなんかあれもオプションで置く場所ないな、左の方は。今あれ。お尻浮かしたらプンってなるな。うまいな。ちょっと敏感やな、センサー。シートベルトしとんのにな。しとる。あ、今ね、LINE いつ立つ？ちょっと焦る。音が大きめね。ちょっとね。LINE いつ立つの？普段乗ってるそのアウトバックと比べたらどう？乗りやすいな、こっちの方が。私は体がちっちゃいからね。大きさと比べるとってことね。そうだね。10キロぐらい乗ってきたと思うけど、アクセルペダルの感覚、スピード出す時とか、速度のコントロールはどう？まあ、しやすいかな。ただなんかその信号のその青に切り替わった時に、慣れるまでなんかちょっと反応遅いや前の車っていう思われそうな踏み込みがいる。あのギクシャクする感じ。そう。でもすぐ慣れると思うけど。息子が寝ましたよ。乗り心地がいい。乗り心地がいいってことやな。ちょっとずつなんかこう、何やろ、ハンドル操作の方がちなみにどう？あんまり大きい道、カーブとかは今来てないけど。まあ。ぼちぼち。まあ。普通。
があるとかも癖はないかな、うん、はい、信号止まりやすいそれがいい、はい、なんかスバルのアウトバックは、うん、なんかこのエアコンのとことか、うん、なんかちょっと私から見たらややこしいんや、なんか、あ、そうなんや、うん、ちょっとね、うんうん、でも初めて今乗ったのに、うん、すっごい分かりやすい、そのポジションとかが、操作のボタンの種類が、うん、そうそう、まあそういうのは大事かもしれんね、うん、好みやね、好み、女性から見るとその辺が分かりやすくできてるなって感じ、うん、そうそう、画面とかの文字がちゃんと見やすい大きさになってる、うん、程よい、程よいな、とても程よい、ここ曲がってみる、ちょっと一回、あ、ええよ、立ち曲がったことないやろ、ないな、ちょっと曲がってみよう、あ、海釣り公園、ここが、そうなの、ここ行ってみたいよ、釣り、芝生公園とかめっちゃいいやん、ほんまやな、めっちゃいいやん、ここ駐車場はどこにあるやん、駐車場に誘い込まれた、誘い込まれたけどすぐ出れるんじゃない、そうなの、後ろなんもないね、こういうとこに、そこに全部ナビ出とる、いや、浅すぎて、踏み込みが緩やかでカーブがいいですね、スタートの時でさっき外観軽く見たと思うねんけど、印象的にはどうでしたか、いや、ほんまにパッとしか見てないけど、ああ色はどう、色は綺麗、綺麗、うん、なんか茶色くない青、単純な青じゃないのがいい、そうそう、そうそうそう、でこれねツートンで屋根黒いね、うーん、 CM で出てるあのキムタクさんが乗ってはる、うん、と CM の色と一緒ですわ、へえ、キムタクカラー、だからないんやねんそうやな、キムタクカラーとかまたつけてまうしなすごいな、タレントパワーやな、ななんかあの青色の車とか普通やったらチョイスしようかなとか思わへんけど、ああ別にこの青やったらいいよって感じの、ああ綺麗な青、ね、まあ日本やったらね白か黒が多いから、うん、あれやけど、最近ちょっとメーカーさんの方も色数増やしてきてるみたいで、うんうん、変わった色で言ったらね、なんかねこう光に当たったら色が結構変わる、ピンクやったりとかも設定されてるみたいです、ちょっと見てみな、わからん色やけど、うん、ちなみに女の人って車もし買うってなったら何を求めて買う？さあでもやっぱりその運転技術に自信がないから私は、うん、もうとにかく乗りやすさ、乗りやすさ、自分の体にこうしっくりくる、うんうん、あとここのやっぱ見やすさ、うん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 、装備の使いやすさ、うん、運転が好きな人とかやったら多分いろいろもうちょっとあるんやろうけど、ああああ、でもこの車のこのアクセルとかエンジンのこの具合はなんかこうちょっと年配の人にもいい感じ、はあ、すごい安心ちゃうっていう、ああ安心感があるから、そうそうそう、ちょっと地図なんか見てみようかしら、綺麗、とにかく綺麗もうすぐ画面が大きいからね、これもマップもすごい見やすいよ、そう、使いやすい、いいよいいよ、この辺いいよ、このインテリアがこの辺いいよ、あ、ハムもあったあった、駐車場付きやね、駐車場付きやね、じゃあここで曲がりますね、うん、OK、 はい、ありがとうございました、はい、お疲れ様です、まとめて言うとどうでしたか、うん、いい車です、コンパクトカーで使い勝手、走りかな、うん、じゃあこれはいただくということで、これはちょっと要検討のお話です、はい、はいはい、以上となります、いい車でした、ありがとうございました、はい。